浜湯木は岩手県釜石市が所有していた遊覧船。東日本大震災の津波で被災し、建築物の上へ取り残されたことから広く報道された。釜石市の観光事業振興を目的として横浜ヨットで建造され、1997年4月2日に就航した。船名は透かし由里に由来する。本船の調達は釜石市から岩手県観光開発公社に委託され、公募プロポーザル方式で基本設計が行われた。コンサルタント及び建造管理業務は日本造船技術センターが行った。運航期間は例年であれば4月上旬から1月末日までの期間、釜石湾絶景巡りコース、三寒島巡り豪快コースを1日3便から最大5便が運航していた。朝夕は釜石港湾港防波堤の泉作業基地への交通船としても運航されていた。京号近世の翼付高速双胴船で、艇体部の船型はディープ V 型高速艇となっている。波浪中の運動低減を目的として、左右の単胴間の前後2箇所に水中翼を装備しており、波浪中における上下方向の加速度を半減している。振動、騒音低減のため、主機関は防振ゴム支持で V ドライブ減速機の採用により船尾配置とされた。プロペラは5翼固定ピッチハイスキュードプロペラを採用した。2011年3月11日、翌月から始まるシーズンに備え大槌町のドックに入った直後、津波により被災。陸側へ乗り上げ漂流した後に、2階建ての民宿の上に取り残された。船体自体は目立った損傷もなく、屋根の上の船という、あまりに大きな視覚的インパクトから、津波被害の象徴としてそのまま保存すべきとの意見もあったが、余震による転倒、落下も危惧されたことから、釜石市は解体処分を決定した。2011年5月に解体されたが、復元計画が立てられ、4億5,000万円が必要とされたが、2015年12月現在寄付金が355万円しか集まっていない。その後も寄付は低調で、2019年3月時点で370万円に止まり、復元にこだわらない可能性も報じられている。ありがとうございます。